続いて政務の質問を受けします。質問ある方いらっしゃいますか。ABC の辻です。昨日 の話続きになりますけれども、病床の交付金拠出費の関連で党の中で何か新たに決まったこと、最新の決まったことがあるかもしれません。いや、もうあのままです。まあ、寄付することは決めてますけど返せないから、まあ、これから、どういうところに具体的にどこに、いくらということをしっかりまとめたいと思います。昨日区長の方でも話がありましたけれども、吉村さんが6年前の文通費10月に関して、ちょっと精査してもし受け取っていたら、まあ、返されるという、まあ、意向を示されてましたが、まあ、それについても、まあ、代表としても、こちらは司会であります。ただいまから自民暮らし議員団総会が開会されます。記憶がなかったですよね。議員暮らし議員の方は議員団会もちろん返すのは当然。ただいまから自民暮らし議員団総会が開会されます。僕は国会議員やったことないので、議員団会議員の方はどういうルールでその経費が支払われているのか、報酬がいつ入るのかも僕は自身はよくわからないんですけども、吉村さんは、半年の国会議員経験があって、その中で働いていない、まあ任期が以外のところの、まあ、経費を受け取ってるんなら、これはもう返すべきだと思うし、吉村さん自体もそうするということを言われてるんで、まあ、いろいろ批判もされてるでしょうけども、これはまあ間違いをしっかり、認めて速やかにそれを正していくというのは、これはもう当然のことだし、まあ、吉村さんらしくきちっとやってくれると思います。関西テレビ長くします。文通費に関してなんですけども、石井さん、前々からその文通費に対しては問題意識を持っていらっしゃったと思うんですが、まあ、ただその6年前に知事の吉村さんの受け取っていたということがあって、まあ、本来吉村さんに言うことなんですけども、この10月1日っていう、そのなんでわざわざその1日に辞職されたのかっていうところが、まあ、ちょっと皆さん気になっていることもあって、そこは、それは本人に聞いてよ。当時当時は、橋本さんが、まあもう任期満了で、市長の、まあ、職をもう、退任するということが決まってましたから、で僕は僕も、本来は2015年の5月17日の時点ではこれも知事辞めるというふうに2人で、まあ、その晩話し合ってまして、その後まあ、自民党 の、 大阪会議というのがもうとにかくデタラメで、こうオンボロのオンボロ会議だということがはっきりした中でね、じゃあもう一度都構想に挑戦しようという判断をする中で、僕は吉村さんに、今国会議員になったばっかりだけど、まあ、ちょっと一緒にちょっと首相をやってくれよという話をして、でその時にちょうど話したのはもう8月、盆明け、盆過ぎだったと思います。秋までちょっと、その時にやるということは決まったけど、いきなりやっぱりすぐ辞めるというのは、やっぱ反響大きいから、秋までは待ってほしいという発表をね、そういう話で、たまたまその、時期が9月いっぱい在職して、10月1日に辞めるという判断だったと思います。ただそれがいつそうなったのか、僕にはその日をピンポイントで選んだかどうかとかいうのは僕には分かりません。本人に聞いてください。と、まあ、この件に関して国民民主党の玉木代表も、まあ、前向きな発言をされてましたけれども、他党の方々のやり取りとか、それは代表って聞かれますか。これは国会議員団がやってます。まあ、いろいろやってるけど、まあ、法案出して賛否を、どこがちゃんと賛否するのか、そもそもその法案を、審議するのかどうか、ここはメディアの皆さんの役割じゃないですか。これあと、野党第一党である立憲さんがこれ法案審議しようといえば、まずは審議できるわけですから、まあ、審議して賛否を明らかにしてもらいたいと思います。その他ございますでしょうか。何質問ですか。
毎日新聞です、うん、今の文通費についてなんですけれども、うん、ですね、資金管理団体や政治支部などの、まあ、政治団体への寄付についてはその文通費を使ってはそれは構わないというご認識かということと、まあ、その、まあ、公的というのはなんか、公的なものに用途を限っていて、まあ、公的ではなくて私的な活動ではないかというような指摘も一部にあるみたいです。その辺についてお願いします。文通費、領収書が必要ないのがこれ公的か私的か何も分からないんだね、うん、我々は領収書公開するために、資金管理団体を使っていると。1円から の領収書公開が義務付けられてますから、うん、ただそこへは他の、例えば個人献金だとか、そういうものも、まあ、一緒に入るわけで見えにくいというんなら、それは別にそれだけのそのためだけの、なんていうかな、こう口座を作るのは、まあ、全然やぶさかではありませんけど、でも一番分かりやすいのは資金管理団体で1円から領収書公開義務付けられてるところでやるのが一番いいんじゃないかな、そういう判断してます。でこれ共産党も C さんやるやるって言って今でも一切やってないんだから、毎日新聞もちょっとその辺一回ちょっと取材してなぜやらないのって聞いた方がいいんじゃない君と、うん、やるって言ってて結局紙一枚しか出してないからね共産党は、ね、だから広報費いくらとか交通費いくらとか自分たちで勝手に鉛筆舐めて書いてるだけです、うん、だからそういうのがおかしいと。で資金管理団体は1円から領収書公開義務付けられてるからそれを活用してるということです。文通費についての今議論されていると思うんですけど、まあ、歳費カットの方についても、まあ、2割とか3割とかいうことでおっしゃっているかなと思うんですけど、これについては日割りみたいな発想っていうのは難しいとお考えですか。そういうのはなかなかそのちょっとそぐわないですよね、はい、その議会の日割りの基準というのは本当に国会に、こう出席したのその働いたと見るのか、でもそれ以外に国会議員としてさまざまな、まあ、被災地視察行って声を聞くとか、うん、それから法案を提出するためのやっぱり専門家交えたそういうこう会議を行うとか、これまあ僕は業務だと思ってるんでね。これやっぱり地方議会もそうですけど。まあ、日割りっていうのを何を基準に日割りにするのかっていうところはちょっと難しいところがあります、うん、だって今テレワークもやってる中でね、企業の皆さんもテレワークだからといってこれ仕事してないということにはならないし、だからこう日割りっていうのはどこに出勤したかっていうところがあるんだけど、出勤したことで仕事とみなすか、出勤してなかったら仕事じゃないのということがあります。だそこはちょっと議論が必要なところだなと思います。他ございますでしょうか。内容ですので終了します。